トレンチャントは、イギリス海軍の潜水艦。TEQ。HMS トレンチント1942年5月9日、飛九1943年3月24日、浸水。1944年2月26日、収益。1944年9月23日、ペナン島沖で、ドイツ潜水艦 U-859 を撃沈。10月20日に、 人間魚雷チャリオット2隻を乗せ、トリンコマリーから出撃。27日に、プーケットに侵入させたチャリオットが、スマトラマルを撃沈。1945年3月4日、潜水艦、テラビンと共に、マラッカ海峡で、第8号区船艇を攻撃し撃沈。5月25日、スラバヤ製法で、第105号総解特務艇を撃沈。 第105号総会特務艇撃沈から数日後、ブルネイ上陸支援のため、マレー半島沖へ向かうよう命じられた。だが、アメリカ潜水艦から、日本の巡洋艦と駆逐艦一隻がバタビアに入港したとの情報を得て、許可を得て、万華海峡へと向かった。日本の巡洋艦と駆逐艦一隻とは、重巡洋艦足柄と神風であり、6月4日に、 シンガポールを出港し6月5日にバタビアに到着陸軍の兵員や物資を乗せ6月7日に出港してシンガポールに向かっていた6月8日12時9分トレンチャントはバンカ海峡北側出口で足柄に対して8本の魚雷を発射し5本が命中した12時24分トレンチャントは完備からさらに2本の魚雷を発射したがこれは外れた 足柄は転覆し沈没した。1963年、スクラップとして売却。ありがとうございます。